今日はですね、2017年8月の14日、6時55分です。はい、よろしく。行きましょう。さあ、足はどうかな。この枠で決めます。この枠で新宿行っちゃいたいと思います。行きましょう。おい、小矢わだつ、ミリカわだつ、おはようございます。おう、ちえみさんおはよう。あれ、降ってないか。ラッキー、降ってない。今がチャンスだね。足の痛みはだいぶ引きました。今ですね、僕は、高尾駅から、新宿まで歩いて帰るという企画をしたんですけれども、バッテリー充電休憩2回、3時間くらい休んだかな、今のカラオケでは。で、のんちゃんちで1時間半バッテリー充電したんで、到底合計4時間半休んじゃってます。すいません。申し訳ない。で、その他結構歩いてます。15時間ぐらい歩いてんの、十何時間歩いてます。ちょっと今、まあいいや、歩こう。行きます。どこ行けばいいんだろう。今ね、阿佐ヶ谷駅にいるんだけど、多分こっちだな。よっしゃ、歩こう。大丈夫だね、このまま行っちゃおう。足は臭いけど、体も超臭いよ。リアトツもうやめてほしい。めちゃめちゃ臭いから。行こうぜ、みんなで。我が家に。歩いて帰ろう。さあ。駅が向こうで、向こうから来たから、多分こっちで合ってると思うんだ。線路沿い歩けば。ラストスパートだね。だいぶ休まったよ。3時間休んで。行こう。高円寺、中野、東中野、大久保、新宿。うん。もうテリトリーだね。全然行けるっしょ。行ける行ける。さすがにちょっと時間かかりすぎだけど、まあ、体力がない証拠だな。体力が全然ね。そっち荻窪方面。マジで逆？ああ、トリプルスリーさん、ありがとう。え、マックの方から来たんだよ。マックの方から来たよ。ん？マックの方から来たんだよね。え？違うか。あれ？マックの方だっけ？おお、サシさん、おはよう。雨やんだんすよ。パフェありがとう。足も進むし、雨やんだからよかったね。マックの方で会ってんの？あれ、どっちから来たっけ？マックの方か。トリプルスリーさん、ありがとう。あれ？どっちから来たっけな？あ、向こうから来たんだ。向こうから来たから、マックの方か。間違えたわ。逆か。あ、ありがとう。降下した？サンキュー。マックの細道行けば、なるほど。ありがとう。もう超汗臭いどころじゃないよ。もう脇がと、もう、水虫です。もう、はずきちゃんおはよう。若津。よっしゃ。まあ、ちょうどね、モーニングの時間なんで、閲覧は少ないかもしれないけど、朝方のね、リスナーさんと入れ替わるタイミングかもしれないんで、いいかもっすね。あれでもさ、高架下をずっと行ける、あ、そっかそっか、高架下が近道か。逆方向、荻窪方面に行っちゃってたのか。危ねえ、アホだな。リスナーいねえと何もできねえな、相変わらず。マクドナルドを通るのかな。
おい小石さんおはよう、おう綾山さんおはよう、ゴールしたら花火で待っとるよ。いけるかな、何回も心折れそうになったかんね、本当に何回心折れたか分かんないわ。こっちか、あれこっちだっけ、全然どっからどう来たのか覚えてねえな。こっちか。あと3個ありがとう。あーこっちだ、思い出した、ありがとう、こっちだ、あってたわ。こっちだこっちだ、高架下行きます。おしゃれだよな最近の高架下。おはよう小手さん、風船50個ありがとう。なんかエミさんの言葉を思い出したな今ふっと。リスナーに隠し事はよくねえぞって。別に隠してるつもりはないんだけど、リスナーには全部話した方がいいよって意味なのかな。なんかエミさんの言葉を思い出したわ。結構レアだよね、のんちゃんの家初公開じゃん。スターバックスだ。うん、まこやん、ありがとう、ファイト。申し訳ありません、おはようございます。申し訳ありませんさん、おはようございます。すごいよね、このまま、高円寺中野まで行けるんだもんね。東京ってすごいよね。雨に濡れないで、そのまま行けちゃうんだもん。で、お店があるんだよ。高架下に歯医者さんとかあるんだよ。すごいよね、2階建て、2階は駐輪場。ワープしてないよ、バザーさん。まあそうだね、ちょっと痩せようね。3はいらないよ。そうそう、全部さらけ出すといいっていうのをなんかふと思い出した。なんかエミさんのアドバイスを多分隠してたのかな、どうなんだろう。なんかすげえ思い出したな、エミさんのアドバイスを。まあ何回かしか会ったことないけどねえ、おしゃれだよね。いや俺エミさんすごい人だと思うよ。んー、オーラ一番あったんだな、女性配信者の中では。あの人もなんか、あの人のスタイルっていうか生き様は本当にかっこいいと思う。なんか配信者としてじゃなくて人間としてすげえと思う。まあ、ブロガーとして成功して、漫画家として成功して、配信者として成功して、この人一体いくつ成功すれば気が済むんだろうみたいな。やばいよね。なんかぶっ壊れてるっつうか、持ってるっていうか。ね。ああ石川紀之の枠だけだもんな。ああないね、浮世島誠は。うわかっこいい、ここ何、ここアニメストリート、何これ、え何これ何これ、アニメストリートだって。え何これ、え何これ、あ、この世界の片隅にとかある。なんだろう。何ここ、ディープスポットでしょ。何これ。アニメストリート。あ、今度じっくり来よう。なんだな、アニメーターの、なんだろうこれ。アニメストリートって。すげえ不思議な空間。こう、ちょっとプライベート行きたいね。すごいよね。
東京って感じだよね。知らない世界がいっぱいあるんだな。東京の高架下異常でしょ。めちゃめちゃかっこいいんだけど、なんでこんないちいちおしゃれな。すげえな。痛みだいぶ引いたな。痛み引いてるうちにもうバーッと歩いちゃおうね。ガンガン攻めよう。もうひたすらまっすぐ高架下歩く感じだもんね。中野から東中野はどうやって行くんだろう。東中野から大久保はだいたいわかるんだよね。まあなまあな、こんな格好してっかんな。7K スパート、うん、なんかこのスピード感っていうか歩きが速い。痛みがだいぶ引いた。だからこれはいけそうな気がする。下手したら1時間2時間でいけそうな気がするな。休憩って大事だね。でも歩くといろんなもんが見えてくるよ。まあまあまあいいんだよ寝て。電車通る数が、あのね、山手線って、あるじゃん？有名な環状線、ま、ぐるぐる回るやつ。あれはね、3分に1回とか電車が来るから、俺も田舎暮らしだったか分かるんだけど、電車って何時に来るからそれに合わせて移動するって感じじゃん。東京の人って違うの。電車はもう、次々のタイミングで来るから、一歩逃しても、あーとか言わないの。次の待てばいいやって。5分以内に必ず来る。で、路線とかもすごいいっぱいあるのね。だからすごいよ。びっくりするよ。その電車を逃してもいいんだっていう。電車を逃しても、あーってならないんだって。これは山手線そこがすごいなと思う。早い時2分ぐらいで来る時あるよ。もう次次次ってぴったり進んでいく。だから便利は便利だよね。なぜか不便な歩き配信というわけのわかんないことやってるけど、だそのなんか便利さに飲まれてどんどんそれが当たり前になって、なんかこういろんなものがぐちゃぐちゃになってくってイメージかな。まあでも月曜の朝7時にこの閲覧はねありがたいよ。すごいよね。
あんまりでもね、時間帯関係なく閲覧安定してるから、それ何なんだろうと思って。やっぱおはよう。それが不思議なんだよな、昔から。そうそう、ももさん。昨日の朝10時に高尾駅を出発したんですけど、紆余曲折、ずっと歩いております。歩くスピード遅いんだわ。精神的にいいっつうか、なんか景色とか空気とか、すごくワクワクする。すごくいいよね。楽しいよ。盆休みだからな。ああそうだよね。帰ったら何したい？風呂。うん、のんちゃんの飯食いたいかな。焼きそばで食って風呂入って寝る。え、一日だよ。昨日高尾って、高尾山があるその東京の西東京の外れの方なんだけど、高尾駅から丸一日かかってんのか。あと3時間で丸一日かかって、ずっと歩いてる、寝ないで。いい経験になったわ。だから八王子とかずっと、立川、武蔵小金井とかずっと歩いてきた。もっとね、早い人だと多分15時間ぐらいで歩くのかな。15時間じゃないか、もっと早く歩くか。12時間ぐらいで行けそうな気はするよね、体力ある人だと。寝てないよ。でも今日はいい日だ。うん、すごいよね、 42.195キロを2時間半で走り抜けんだもんね。化け物でしょ。だからちょうどこの甲州街道の道を、だから高尾山から新宿までブワーって走ってくる感じでしょ、2時間半で。化け物だよね。どんだけすげえんだってなるよ。おおおお、これはあれだな、高円寺だな。早い、18分か。入ってだから 100m16 秒台だってよ。 100m16 秒か17秒台で走るから、その辺のおっさんとかよりも、おっさんのトップスピードより速いんだよね。100m17 秒って相当速いからね。それでそのまま 42.195km バーっていっちゃうわけでしょ。だからよくなんかカメラ中継とかで追っかけてる人いるけど、どんどん離されていくもんね、野次馬が追っかけてるけど。だからおっさんの全力疾走より速いんだ。まあマラソン選手は太れないでしょ。でもね、俺さ、成田じゃん。で、さくらって隣の町があるんだけど、さくら市が実は小出監督とかキューちゃんのトレーニングしてるジムっていうか総本山なんだよ。だからキューちゃんとか普通に走ってんのよ、地元のコースとか行くと。だけど食い物の話聞くとすごいよ。8000キロカロリーとか、なんかとんでもない量食うんだよね。直樹さんいらっしゃい。そうだね、やってよかったね。うん、すごいよね、そのカロリーを全部消費してガリガリになっちゃうんだもんね。やべえよな、半端じゃないんだろうね。すごいよな、アスリートって。やっぱ天才なんだろうね、本当の天才。
選ばれし人と抜群の努力で、それに比べてね、24時間かかってるおっさんもいるしね、チャリのスピードだよな。北口、道なり左の道路沿い、あー、ありがとう、トリプルスリーさん、ありがとう。有言実行か、どうだろうね、2回休憩挟んじゃってさ、猫猫さんさ、なんか一発でいけるって思ってた自分が甘かったなと思って、ちょっと有言実行とは程遠いかな。もっとかっこよく決められると思ったらグダグダだったよ。満喫じゃなくて、のんちゃんの部屋で1時間半充電して、さっきカラオケで3時間あの充電しちゃったから結構休んじゃった。寝てはないけど、でもちょっとあれかな、有言っていうほどまででもないかな、半減実行かな。おー、着いた、早い。まあ未熟だわな。高円寺着いた。北口道なり左の道路沿い、オッケー、着いた、早いよ。高円寺着いたよ。16駅目。いいね。着いたよ。あー、臭い。通行人の人に迷惑かかんないように匂いを撒き散らしてるから。俺足は臭いし、寝てないよ。いやー、来たね、高円寺懐かしいね。レクチと祭り来たね、ここ懐かしい。中野相馬は突っ切ろうね。高円寺です。到着です。次行きます。歩けるうちに行こう。おはよう、バタフライテール。寝てないよ。まあでも、その前の日、26時間寝たから大爆睡したんだよね。いいか、もう臭いよ、体中本当に臭い。足は臭いし、まあそりゃそうだよね、雨濡れでびちょびちょでずっと歩いてるから、足もなんか腐った匂いするし、体中から脇がの匂いする。リスワンはどうだろうな、わかんないよ、リスワンわかんない、どうなんだろう。本当はね、昨日撮れたらかっこよかったけど、いや、ダメ、こんな汚いもん開けらんないよ、臭くて。今の普通の洗濯機もあるから、へえ、普通の洗濯機とかあんだ。俺あれだね、昔ながらの洗剤で、あのたわしでゴシゴシやって乾燥機とか干したりして、いまだにクラシックなやり方してるけど、一回ついた匂いってなかなか取れないんだよね。フンガーさんいらっしゃい。ラストスパートで多分ね、この枠で終わりだと思う。コインランドリー見たことないな。普通の洗濯機あんのいいね。でも手で洗いたいかな、スニーカーとかは。
だから俺洗濯物を結構手で洗ったりするんだよね、匂いひどい時とか。焼きそば配信はごめん、うん、のんちゃんと2人で過ごしたいかな。なんかのんちゃんも寝てないし、うん、ずっと多分一番頑張ってたのはのんちゃんだからさ、その寝ないで車で送って、車で何回もバッテリーで、で料理作って、二人で一緒にご飯食べたい。コインランドリーで結構見るんだ。俺一箇所しか行かないかな、家の近くのコインランドリー。なんかすげえな、なんかゴミだらけなんだけど、何このゴミだらけ、なんだこれ。コインランドリーだし、ゴミだらけ、不法投棄みたいな店があった。なんでこんな一等地でこんな不法投棄されてんだろう、店の中が。これは高架下はないんだね、中野は。母さんありがとう、頑張るよ。花火ありがとう、ありがとう。おやすみなさい、おやすみなさい。本当に、まずありがとうね。え、なんだっけ、240何万人に減ったってね、なんか大赤字叩き出してたよね、プレミアム会員。花火ありがとう。新宿に着いたら東京名古屋間の甲州街道編スタート。死んじゃうよ、ゴジラさん、ガジラさんか、ガジラさん死んじゃう、死んじゃう。丸亀配信に遊びに行ってた、再スタート、うん、再スタート、この枠で終わらしたいと思ってます。バカ4個ありがとう、カオスありがとう。いや死んじゃうよ。ハートありがとう、あややまさん。ありがとう。おー、ハニトラファイターありがとう。ちなみにプレアカなんだ。誰見てんの？あー、言ってたね。わかった、誰だか。これは右かな？左かな？左かな？そう、この枠4時間以内、ね、なんか今のペースだとなんかもっと早く2時間ぐらいで行けそうな気はする。30分以内に1駅着いたから、あと5駅だから、うまくいったら2時間ぐらいで、2時間以内、2時間数分で行けそうな気はする。おー、ありがとう。うん、おやすみなさい。ありがとう、匿名さん。大花火ありがとう、頑張ります。もしよかったら YouTube で見てね、ゴールのクライマックスシーン。そうだね、今、どこだ、高円寺終わって中野で、次東中野、大久保、新宿だから、もうちょいだね、もうちょい。足がだいぶ回復してビッグを引かなくなったし、痛みもだいぶ引いた。このまま行っちゃおうと思ってるね。風船ありがとう、ニャコ、頑張ります。コインランドリー靴のなんかないよ、やっぱり。
コインランドリー今あったけど、普通のコインランドリー見なかった。なんかおしゃれな都会にあるんじゃないの。あ、東京か、ここ。中野っつったらなかなかおしゃれな都会だよな。高円寺とかな。びっくりしたわ、自分で喋ってて。リタイアするかと思ってたよ。すごいわ。時間はかかるけど諦めないタイプなんだよね、昔から。意外とね、やるっつった企画はやり通してるんだよね。すっげえ時間かかるけど、タイムアタックだとドンケツかもしんないけど、やり通すよ。墓参りなんだ。うん、頑張る。ご先祖様が喜ぶといいね。いってらっしゃい。頑張ります。花火ありがとう、匿名さん。おー、かっこいい。ビードル、いいね。ビードルでしょ。うわ、超かっこいい。ビードル、いいね。よいしょ。何キロ歩いてんだろう。多分俺の感覚で言っていい、多分43キロって書いてあるけど、俺の感覚だと50キロ以上歩いてる。わかんない、俺ホラ吹きだから。でも50キロ歩いてる感じはする。一応 Google とかだとね、40キロとか43キロとかいろいろ出るんだけど、わかんねえわ。フィアットなのかな。ビートルなんか友達が乗っててすごいいいよね。今なんかさ、今言うことじゃないと思ったけど、アイテムもらった時の掛け声とかみんなで決めよう。あー、なんか募集するわ。頑張る、あ、頑張ります。花火さん、ありがとうございます。すいません、間に合わなくて。お仕事頑張ってください。グレート花火ありがとう。おー、ミカポさん、おー、ありがとう。お花火ありがとう。少しっていうかね、多分ね、昨日の10時の動画見てみて、めっちゃ痩せた。顎の肉がないの。ここをつまめるぐらいあったのに、皮しかない。ほら、すっきりした。横顔、ほら、すごいでしょ。人間でここまで痩せるんだっていう。体は痩せないけどね、顔のむくみが取れた。マックイーン、マジだよ。マックイーン見てみて。タイムシフト今見に行ってきてごらん。シャープ1ってやつ、すっげえパンパンだから、頬のむくみも取れる。そうそう、運動不足なんだよね。ここに老廃物溜まって流れなくなるんだと思う。一気に血流良くなったから、リンパが多分流れてんだよね。おー、ニコありがとう。頑張るよ。ありがとね。よいしょ。お風呂屋さんなのこれ。かっこいい。井村風呂屋。銭湯かな。まあ、運動はやっぱ体にいいよね。ただ、もう、足はもうぐちゃぐちゃにバカになっちゃってさ、膝ぶっ壊れてるし、豆ひどいことになってると思うよ。あ、座ってたからね。あ、血が落ちちゃっていうね。みんな花火ありがとう。そうだよね。あ、いい匂い、カレーが。うまそう。カレーもいいね。おー、平山さん、ありがとう。花火が、ありがとうね。頑張ります。頑張るよ。のんちゃん起きてるかな？寝ちゃったかな？うわ、畳作ってる。すごい。俺初めて見た、生まれて。畳ってああやって作るんだ。見たことある？畳作ってる工場。すげえ。ちょっと感動する。畳の工場。いいね。畳の工場見たことある？あ、のんちゃんおはよう。バカありがとう。見たことない。生まれて初めて見た。畳ってなんか機械が作ってるもんだと思ったから、ああいう職人さんの手縫いみたいなの見たことない。お、明治大学。明治大学でーす。明治大学。明治。この路線追っかけてきたんだよ。この線路を歩いてきたの。あ、田舎では結構見るんだ。
イグサの匂い？イグサだっけ？明大。明治大学って書いてあった。都心離れるとまだまだある。都心は畳の部屋が減ってる。でも畳っていいよね。すごい寝る。おお、濃い味ありがとう。うん、ありがとう。頑張るよ。どうしたの濃い味。うん、花火ありがとう。なんとも言えないしね。畳大好きだよ、俺。てか、畳の部屋に住みたいもんな。実は最初、東中野。のんちゃん、新宿迎えに来てくれる？てか、歩こうかな。家まで歩く？なんか今なら歩けそうな気はしなくもないけど。畳にせんべい布団に寝るのが一番。ね、いいよね。せんべい布団、うん。マットレスは敷いてたかな。でも、昔の枕とかも好きだよ、日本人の。今ベッドになっちゃったもんね、全部。歩く？新宿から家まで歩く？マジかよ。言わなきゃよって。訂正しちゃダメ？あー、また口が悪さしたな、この口が。この口が悪さをしたぞ、今。あ、わかんない。デカラスの座とか。ねえ、すごいよね。で、キリンの本社かな、これが。これがキリンビールのキリンの本社。うん、甘えんな。え、昼はさすがに過ぎないよ。もう、家見えるもん。遠回りをしていくの。いいや、じゃあ歩こうか。オッケーオッケー。家に帰るまでが旅だからね。のんちゃん、料理で忙しいだろうし。ゴール北海道、じゃあ、だから。前の枠の話聞いてねえのかよ。さっき説明しただろうが、2時間ぐらいかけてよ。旅はデリケートだっつってんだよ。俺だって行きてえよ、北海道とか。中野、東中野を線路左側で、野球の有名な明大中野とか通る。へぇ、あ、ありがとう、トリプルスリー。若干イラッとしたわ。旅はデリケートなんだ。旅 NG ワードにするぞ、旅団なのに。旅団名乗ってるけど、旅を絶対に語らない集団。マイケル・ジャクソンの壁画だ。マイケルってわかるからすごいよね。そう、マイケルだね。ビリー・ジーンだね。マイケルってすごいな、そう考えると。ここまでデフォルメしてもマイケルってわかるもんな。うん、葉月さんありがとう。頑張るよ。また見に来てね。でもまだ突然行かないぞ。わかった。家近くな、この辺の。近くなくね。なんか俺ね、あ、そう、俺ね、石野と散歩してるとき、これこの建物何？俺マジで謎なんだよ。これ俺秘密結社だと思ってんの。これなんでかっていうと、この建物入り口がないんだよ。みんなこれなんだと思う？俺前に来たときもこの話したんだけど、これ絶対さ、ショッカーとかいるでしょ。なんなのこれ。誰かわかる人いる？毎回これ見るとかっこいいってなるの。でもなんでこれびっくりするかって、入り口がないの。なんなのこれ。あ、駐車場なんだ、うん、駐車場だったか。秘密結社じゃないの。石野嫌いです。いじめられました。俺は石野好きだよ。駐車場なの。なんなんだろうこれ。よくわかんないんだよね。データセンター、セキュリティの観点で入り口ない。赤組さん詳しい、ありがとう。そう、ここかっこよくて、なんだこの建物つって一周回ったら入り口がないの。意味がわかんなくない？ぐるーって回ったのよ。で、二人でポカーンとして、石野と。なんで入り口ないの？あ、データセンターなんだ。じゃ、巨大なサーバーってこと？そう、一階にドコモショップあんの。一階にドコモショップはあんのだけなんだよ。
そう。だから俺もフリーメイソンの日本拠点とかなのかなとか思ったり、なんなんだこの建物と思って。あー、それはダメだね、綾山さん。うん。それは良くないね。ふわっちのサーバーはどこなんだろうね。あー。ふわっちってでも代々木に会社あるでしょ。サーバーはわかんねえな。でも、こういう建物ロマンがあるよね。なんか見かけが異様なんだよ。窓がないし、窓がないし、入り口がないんだよ。窓がなくて入り口がない建物なんかさ、なんか肛門のない、うんこみたいな感じ。誰に言われた？あ、石野。まあ、石野はそういうキャラなんだよ。その建物もう一回、うん。これ。かっこよくない？めちゃめちゃかっこいいと思って、この建物なんだろうってぐるって回ったの。すごい物々しいでしょ。窓がない、真っ黒、鉄網、で入り口がないの。1階に。すごくない？これ。で、ドコモショップが1階にあるだけなの。これすごくない？かっこいいよね。そうそう。こういう建物グッとくるんだよね。なんだかわかんない建物。ねえ、ゼロさんかっこいいでしょ？豊洲のアットデータセンターかっこいい。え、マジで？今度行ってみようかな。建物ね、都庁が一番好きで、2番目は国運タワーで、3番目はあれ好きかもしれない。第3位。おはよう、チャーボーさん。PC だよ。ね、どんな格好で放送してるか見せてあげるよ。ちょっと待って。こんな感じ。こんな感じ。見える？こんな感じで放送やってる。今カメラを上に置いたんだけど、こんな感じ。傘をここに入れて、こうやって、はい、ワドツーっつって、みんなおはようっつって。あ、かっこいいでしょ？ねえ、データセンターやばいでしょ？入り口ないんだよ。やばくない？俺、ああいうの見ると、めちゃめちゃかっこいいんだよねってやってるの。はい、キチガイ、キチガイ。はい、キチガイ、キチガイ。はい、どうも。あやまさんね、石野はそういう性格。派手でしょ。今もうね、中野に着くよ。おー、みかとさん、大花火2つありがとう。ありがとうございます。はい、病気、病気。高尾からですか？高尾、初高尾。本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。すいません、お忙しい時代に。はい、頑張ります。ありがとうございます。イケメン。ちょっと忙しそうだったから言わなかったけど、勝手にリアドスカウントさせていただきます。いや、めっちゃ嬉しい。なんかかっこいいリスナーさんに。すごいね。なんかリアドスカウントさせていただきます。中野のお兄さん、中野の出勤中のイケメンのお兄さん、118名ありがとうございます。すいません、勝手にカウント、これはカウントさせていただきます。ありがとうございます。嬉しいよねそれでもビビるよね。高尾さんから歩いてましたよねそれは笑うよね。あれ、高尾さんから歩いてましたよねつって、見てましたよつって。いや、普通にかっこいい人だった。いや、それがイケメンいるんだよ、たまに。本当にたまにびっくりする時あるよ。爽やかな人だったね。中野でもすごい、あのビルかっこいいよね。まあね、あのね、石野はね、みんなそこ通る道だから、みんな一回激おこになるの。あ、タバコ切れた。いや、ノータバコで新宿まで行こう。石野はだいたいまず最初にブチ切れて、で嫌いになって、だんだん1年ぐらいして許せるようになって
あ、全然いいよ、ターボ。気分、気分。あ、こっからだとよく見える。ほら、あれ。すごいでしょ。こっからだと下から見える。入り口ないでしょ、本当に。どこもショップしかないんだよ。これが下から見た感じ。どこもショップしかない。入り口がない。駐車場もない。そうそう、一周回って可愛くなるタイプ、石野は。いや、石野笑うとめっちゃ可愛いよ。あ、そうそう、もう新宿着く。中野着いたね。早いね。40分で2駅早いね。いや、3時間休憩が効いてるね。まずかっこいいよね。あれ、謎だったからすっきりしたわ。データセンターってマジで本当に分かんなかったんだよね。あ、石野たまに文句言うときあるよ、アイテム投げて。あの、普段はその猫屋さんの言う通りなんだけど、たまになんだけど、アイテムに切れるときあるよ。だってあのペニーさんが花火投げたのにブロックされたって怒ってたもん。花火結構投げたのにブロックされたんだよ、ペニーさん。そう、だからアイテムイコール、そのアイテムイコールブロックではない。三鷹のあの橋、三鷹の橋良かったよね。三鷹だっけあれ。三鷹の橋、三鷹に橋なんかあったっけ。あー、はいはい、あの太宰治のね、思い出した。いい、ちょっと人通り多いんでスルーしますよ。中野駅です。ちょっと人通勤ラッシュなんで素通りします。中野駅です。次行きます。よし、東中野。一種の昔からこびないかんね。出会った頃からあのスタイルだから、逆にすげえよ。だから尊敬してんの。表向きはデータセンター、内部ではドロマール。終わるよね、あれ。本当にね、なんかあるぜ。データセンターってだけでもね、相当やばいけど、テロとか、現代のテロとか、ああいうのを標的にするんだろうね。また6万こじってた。あ、そうなんだ。あ、それは怒るね。いや、こじりたいならこびないとな、つうかね、こびないんだよね、全く。でもそこに対するファンは着々とつけてるから、すごいよね。普段はドコモシステムズっていうドコモのグループの情報システム。へえ。なんだっけ、 NTT とかさ、情報系が一番儲かってんだよね、確か。 NTT のそのなんだっけ、電話帳をもともと管理してた会社、めちゃめちゃ爆撃してるって聞いたよ。だからデータ商売ってめちゃめちゃ儲かるって聞くよね。ポチコさんいらっしゃい。投げたアイテムが魚に消えるのはがっかりする。あー、うーん、なるほど。まあでも、なんだろう、酒飲んで配信やってるから難しいな。なあ、そこな、どうなんだろうね。何が正解なんだろうね、その投げた相手も。うん、金梅さんも光くんもすげえ酒飲むかんね。光くんステッカー350万売って全部酒代に消えたっつったね。一種はでも面白いよ、俺結構好きだよ。まあ、長い目でもしたまによかったら潜ってみてみたいな。可愛いとこあんだよ。水滴がパソコンに。ドコモデータ、 NTT データが一番儲かってるって言うよね。なんかそのビッグデータ関連はめちゃめちゃ儲かるんだって。俺ソニーがすごいと思ったのが、また歩き配信でまたそれてくんだけど、申し訳ないんだけど、俺ソニー携帯産業から撤退した時にソニーの携帯好きだったのよ、ガラケー。
残念だなと思ったけど、あのフェリカを開発したでしょ、その前のタイミングで。で全部入ってんだよね、お財布携帯って呼ばれてるもうフェリカだから、あのあとなんだパスモとかスイカとかさ、あの時にソニーかっけえと思った。ちょっとあえて裏方に回ることによって全そのパソコンの中に半導体組み込んで利権ビジネスをやるっていう、それはね最高にクールだったね。まあ、ソニーの端末は出し続けて欲しかったけど、あちょっと日本一周はその俺ですら火傷してるぐらいだから、ちょっと一種の大丈夫かなっていうのは俺も正直ある。ただでさえ俺で火傷してるのに、一種のは大火傷するんじゃねえかっていう。ああありがとう、おかちゃんおはよう、風船ロックありがとう、まいちゃんおはよう。そう、それはちょっと心配って感じかな。なんかただでさえ俺がその苦労してる部分だから、うん、ソニーはソニー専用の端子とかにこだわるから汚いんじゃないんだよ。あれね、なんだっけな、ソニーがベータを売り出そうとした時があったじゃん、 VHS ベータ論争の時に。なんかねソニーの 社長かなんかに、東芝だかどこだか忘れちゃったんだけど、日立だか東芝だか忘れたんだけど、すげえ無下に扱われたんだよ、そのベータを売り出そうって提携するときに格下みたいな扱いされて、で社長は帰り VHS に売ろうって決めたらしいよね。そう、それで負けるんだよね。そのだから当時のソニーの営業マンだか社長だか忘れちゃったんだけど、それのなんか無下に扱ったことに対する支援から始まってるっていう。ソニー iPhone のようにっていうのはさ、なんかホリエモンの話当時の聞いてるとすげえと思って、ソニーはインターネットデバイスを作る技術があって、音楽メディアプレイヤーをどうのこうのって言って完全に iPhone のプレゼンしてんの、ホリエモンが。でだから僕はソニーを買収したいんですって、世界一の企業を作るには今ソニーを僕が買うしかないんですって言った時に俺震えた。昔のホリエモンのソニー買収の記者会見見てごらん、スティーブ・ジョブズと全く同じこと言ってるから。独立系だよね。あれはね、ホリエモン本当に、まあ、ソニーを買収するなんて絶対ありえなかったんだけど、日本の企業だから。でも、なんか、もしかしたら、アップルよりもすごいデバイスが日本人が生み出してたかもっていうワクワク感が止まんないんだよ。未来を読んでたっていう。モバイル先駆者だよね。だって i モードを見て、アメリカ人たちが i モードを見てすげえっつって iPhone 作るきっかけになったって言うじゃん。いやすいません、なんか出しゃばって。もうね、ウォークマンが結局その iPod になるし iPhone になるっていうことを読んでたんだよね。 Mac に対応できるのバイオだけだし、ちょっと資金面でも、まあそうだよね。でも当時のアップルってそうでもなくない？結構グラグラしてた時期じゃん。結構グラグラしてたよ。俺の枠の面白さっていうのは、誰もが知ってる情報を俺しか知らない風に話す天才なの。みんな知ってるのに、みんな知ってるのに俺しか知らないかのように話す放送だから。わかった、はい頑張るよアンズさん、頑張ってね仕事いってら。そう、社会人とかね、そこそこなおっさんおばさんだったら誰もが知ってる情報だよ。俺しかもさ、もうほんと悪い癖なんだけどさ、のんちゃんにもそれをやんの。俺プライベートでもそれをやって、さっきね、足洗いに行ったじゃん、のんちゃんの部屋に行った時。その時にね、やっぱ自然とやってたよね。のんちゃん足を洗うってヤクザの人が言うのなんでか知ってるっつったら、和田さん知らないっつって、
刑務所に行く人はね、足を洗う時間がないんだよ、お風呂の時間が短くて。だからね、刑務所に行かない家業になることを足を洗うって言うんだよって言ったら、のんちゃんがへーって言ってた。もうね、癖だよねこれ。もうどうでもいい、どうでもいい雑学をのんちゃんに植え付けるっていう。岡さん今ね、東中野に向かってる。東中野に向かってる。東中野、東中野、なんだっけ、大久保新宿。手を染める、足を洗うって日本語がすごい面白い。あー、手を染めるね。そうか。日本人の言葉って奥ゆかしいよね。あれ、ここどこだ？え、これ右かな？左かな？左でいっか。左行きます。手を染める。はい、ドクザメイジいらっしゃい。日本一周、あ、ちょっと待っててね。お昼ぐらいに到着しそうですね。いや、この枠で着くよ。てか、下手したらあと1時間で着くよ。もうこっから駅の間隔が短いから。左に行く癖あるね。左が好きなのかな？なんだろう、左翼なのかな？なんだろう、ミニストップを直進？いや、わけわかんないとこ来ちゃったからいいや。爆走の呪いって何？爆走に呪いってあんの？俺昔和道の呪いって言って、和道と絡むと全員引退するっていう呪いあったよ。だから爆走の呪いじゃなくて和道の呪いが爆走にかかったんだと思う。到着近いよ。旗ありがとう。右右って言われてるよね。なんか左が好きなんだよね。新宿までとか近すぎる。スルメタンいらっしゃい。よいしょ。ただね、リア突は勘弁してください。激臭です。本当に12時間風呂に入ってないで歩き続けて、もうね、イカ臭いところじゃないよ本当に。脇がの超やばいやつ、もう超やばい脇がいるじゃん、たまにスメルがやばいやつフローラルなやついるじゃん。あれプラス足が異常にもう腐った匂いする。レンさんハートプレゼントありがとう。マジで今日はね、リアトツ勘弁してください。おはようレンちゃん。敵心に爆走の呪いが発動した？何、爆走の呪いが分かんないんだけど、それ教えてよガジラさん。爆走の呪いの概要が分かんない。痛いとかじゃない、もう目が、さっき話したのは猫が死ぬって言った。多分子猫が死ぬレベルの匂い。子犬、子猫とか小鳥とか全部バタバタ倒れる。で、多分ね、新宿着いたらね、カラスがね、騒ぎ出すと思うよ。俺の周りを周回するんじゃないかっつって、カーカーカーっつって。それくらいやばい匂いだね。いや、マジでやばいよ。臭いよ。俺だって自分で嗅いで絶望だもん、今。うんこじゃない、生ゴミ系。足の匂いはもうドブ。ドブっていうかもう、うんことか綺麗なもんじゃないよ。もっとね、フランした何か。と、脇が。いや、俺今やばいよ、本当に。リアドツはダメです。ドン付き左右右。なんかドラクエみたいになってきたね。関わった人間に不幸が降り注ぐ。あー、爆走の呪いね。関信吾と爆走って絡んでたっけ？そう、腐ってる系の匂いと脇がの強烈な匂いだから最強系だよね。最強系の匂い。だからテラフォーマーズになれそうな気がしてきたもん。ゴキブリ倒せるっしょ。左、右、右、OK。いやでもね、ちょっとやっぱ申し訳ないよ。キラキラした目でさ、頑張ってください、応援します、くっさみたいな、くっさってなるから目がシパシパするから応援する気なくなるからね。和道さんお疲れさ、くっさっつってギャってなるから目がっつってムスカ大佐みたいになるから
自分でわかるよマジで。自分でマジでこうなるからね、バルス。体調悪かったけど和道さんの配信見てたら復活しました。体調悪かったです。2回言ったね。よっぽど悪かったんだろうね、体調が。やばいよ。幼児は死ぬっていうか、多分ね、ダークフォースに落ちる、グレるね。ひまわりをね、5000本ぐらい庭に植えないとね、その子のね、呪いは解けない。眠たくないよ。よいしょ。よし、線路沿い。ありがとう、トリプルスリー。トリプルスリーさん。よし。ファブリーズ一本じゃ無理だね。漂白だね、これ。ブリーチだね、ブリーチ。ブリーチに24時間だね。つけ置きコースだよ。記憶なくなるぞ。優しかったお母さんの唐揚げとかね。和道さん赤好きなんです。赤黒白だね、好きなのは。わやわきよしさん、誰かが言ってた、服一度熱湯で消毒してから洗うと匂い。ああ、そうなんだ、ありがとう。ただ熱湯とか鍋とかじゃん、それをなんか服を漬け込むって危険だよね。なんか靴下とか、その消毒用の鍋が必要だよね。サブで青湯、おー、なるへそ。あー、ダメだなこれ、足ぶり返したな、ペース落ちてんな。60分63分、やべえな。やっぱごめんなさい、新宿駅終了で、新宿駅終了です。右足が、左足またぶっ壊れ始めたわ。やっぱ3時間だと2駅3駅が無理だったな、ごめん。いや無理だって。自宅は無理だわこれ。新宿駅終了で、新田前終了で。のんちゃん迎えに来て、新宿駅。いや無理無理無理、一体。ごめん、ほんとごめん、新宿駅だわ。新宿駅終了で、ゆるさん、ごめんごめん。ちょっと無理だわ。足が、本当に激痛がやばい。のんちゃん、お願いします。新宿駅。どこにしようかな、新宿の。アルタ前だと車多いから。アルタ前行けるか、のんちゃん。家より遠いんだよ。家に帰りたいんだけど、駅を制覇したっていう、のがミソだから、今回駅を移して終わるから、やっぱりなんか誰もやってない配信だから、ルールを俺が作ることに、駅を移さないとダメっていうハードモード。区役所前は微妙、区役所前で終わるってなんか微妙っしょ。いやごめんごめんカズ、本当にね、本当にいてんだわ。
小田急、いや、アルタ前で終わるから、アルタ前ダメ、のんちゃん、アルタ前ダメ、のんちゃん、いや、くっさ、マジね、多分ね、これ3メーターぐらい前から匂ってくる系の匂いだよ、俺。犬逃げたもんな、今。いや、歌舞伎町は行かないかな。アルタ前だね。行ってみる。バスターはちょっと遠くて歩けない。いやー、300人も朝から見てもらえるって嬉しいな。いや、まあ二度見するでしょ、こんな服着てたら。俺だって何度か見るわ俺だってこんな服着てるおっさんがパソコンに向かって喋ってたら見るわ、何回も。おはよう、佐々木さん。何度も見るわ。合計歩いてる時間は8時だから22時間のうち22時間のうち4時間半、22時間のうち4時間半、もう頭回んねえな、18時間、15時間半かな今歩いてんの。歩いてる時間だと15時半、え、それ15時じゃない、わかんねえ22時間配信やってて、で、5時間半引いて、22、17時間歩いてるね。じゃあ、16時間半歩いてる。歩いてる時間は16時半。休憩が、違うな、17時間半だ。17時間半歩いてる。それで合ってる。違う、16時間半歩いてる。うん、パソコンだよ。16時間半。うん。まあ、高尾を舐めてたよね。高尾ってもっと近いもんだと思ってたよね。うん、ねえ、先が長いね、兄さん。髭は伸びてないけどね。髭伸びたかな？結構言われるんだよね、ヒゲ伸びた、ヒゲ伸びた。豆はね、もうすごいでかいのできてて、潰れてないね。なんかブヨブヨだよ。なんか肉球みたいになってる。肉球みたいになってるよ。年内までにっていうわけじゃないんだよね。ね。ごめん。やらねえかもしんねえわ。兄さんごめんね。旅、日本一周の旅やらないかもしんない。ほんとごめん。約束できねえわ。ちょっと、今、いろいろあって。うん、申し訳ねえ。時が来たらやると思うけど、いつやるっていう約束できねえわ。申し訳ねえ。うん、いつかトライしたい。すまん。息子がいるので脇がや、慣れてます。思春期の体臭もノックアウトです。いや、それやばい。パソコンはね、でもレッツノート軽いから結構、それよりもこのバッテリーのリュックがもう肩ガチガチ。うん。それがやばいね。うん。ありがとう、ミッシーさん。縁のなぎこ、縁のなぎこ知らないの、縁のなぎこ
おっしゃ、着いた。着いた。よっしゃ。東中野駅です。休むよ、ゆっくり。東中野駅です。あれ？これ違うか？ JR じゃないの？大江戸線だ。あれ？東中野駅どこだ？あれ違う。これ大江戸線。あったあったあった。あったあった。今東中野。もうこっから歩いて帰れる距離だよ。ここまっすぐ行ったら家だよ。遠回りします。都会に来たね。ビルだらけだ。高円寺もう過ぎたよ。次大久保。よし、頑張ろう。あったあった。もう新宿つ、うん、もうここは家。あそこまっすぐ行ったら家。じゃあ東中野駅です。東中野駅です。次行きます。あと2駅、あと2つ、あと2つ、あと2つ。頑張ろう。そうだね。東中野、車庫があんのかな、わかんない。車庫あんのかな。今のいい顔してる。なんか変な都市伝説出そうだよね。高尾駅から新宿に向かって歩くベーコン。そのベーコンに会うとなんか朝食が美味しくなるとか。あれ、こっち側じゃなかったか。失敗したか俺。あれ失敗したか。右側だわ。左側通ってるわ。え、右か左かって言ったら右。これ戻る系。東中野通過駅だよね。右？初見さん、ピーネコズさんいらっしゃい。ありがとう。フォローよろしく。え？そや、だって、こんな駅からさ、東中野からさ、歩くことないでしょ？大久保とか。え、これ右左どっち？その線路を右？線路の右か左か？これどっちだろう？戻って右か。やっぱり右なんだな。すぐ左に行っちゃうもんね。ありがとう。すぐ左に歩くことするもんね。日本閣吉野家の方戻るか。あー上り坂きっつ。よし、あと2駅。すげえな俺。すごくね。高尾から歩いたんだぜ。すげえよな。俺ちょっと引くわ。高尾から歩いたんだよな。アホだろ。バカだわ。すげえバカ。笑うっしょ。いや、笑わない。バカでしょ。正解は右が多いね。迷ったら右に行くっていうね。すげえな。アホだな。え？右行けないんだけど、線路の右行けなくない？どうやって行くんだろう。え、どうやって行くんだ。え、下に降りらんないんだけど。あと2駅だよ。アホだな。いや、テンションおかしくなるよ。もうずっとランナーズハイみたいな感じだもん。え、どこだ。これどうやって降りるんだ。今西口改札にいんだけど、どうしたらいいんだろう。西口改札にいんだけど、下に行きたいんだよな。向こう側から回るのかな。吉野家、吉野家。あ、階段あった。
多分これ降りたらいけるはず。アホでしょ。降りれた降りれた。よし。よし。そっちじゃないの。ちょっと、もう、嘘、こっちから行けない?階段登んの?苦戦しております。吉野家ってどこにあんの?これじゃないのか。吉野家ってどこ?どこ?吉野家が見当たんないんだけど。吉野家?着々と足にダメージが。吉野家、さっきの交差点に戻って右、右を見る。右、吉野家ないよ、ないよ。さっきの道あそこでしょ?吉野家なんかないよ。え?ここじゃないの?富士そば?富士そば?どこにある?右ひ、え?富士そば?富士そばってどこ?駅を背にして左?間違えて戻った道。あ、あそこだけど。いきなりステーキだけど。あそこに戻んの?吉野家?あそこだけど、向かい側だけど、戻った道、向かいだよ。え、どこ?吉野家なんかないけど。どこだ?この道まっすぐ?え、違う、それさっき通った道だって。それ左側の道だって。で、折り返したんだよ、俺。三菱 UFJ のとこでしょ?それがまっすぐ行ったところなの。それが左側に行って線路が右手に曲がっていったから、どうしようってなったんだよ。向かい?その道まっすぐって何?ここをまっすぐってこと?え、本当に言ってんの?こっち側に行くの?ありがとう。なるほど。サンキューナビゲート。まっすぐ行くと吉野家か。そうなんだよね、池袋まで行っちゃったことあんだよね、間違えて。東中野のパチンコ屋に行こうとしたらね、気づいたら池袋にいたんだよね。あれっつって。 OK、 ありがとう。パチンコやめようね、もう。俺も思った。パチンコやめよう。気づいてはいたんだけどね。マクド見えたら右。マクドナルドを右?遠回りだよね。遠回りだと思うよ。だって大久保って向こうの方だよ。オワコン金杯さん、多分違うよこれ。道方角的に違うよ。
あ、吉野家見えた。まあいいや、行こう。多分ね、向こうの方角なんだよ。どうなんだろう。まあ行ってみっか。吉野家の先のマックで曲がんの。うわ、吉野家食いて。うわ、めちゃめちゃ吉野家食いて。何これ、牛トロだって。牛トロズ、牛トロ、何、麦トロ牛丼、何今、麦トロ牛丼とかあんの。あ、分かりやすい道か。ありがとう。今吉牛過ぎたけどマックは見当たんないよ。違うんだよ、今ね、あの足が激痛走り始めて最短距離行きたい。あー、マックがないんだけど。おたき橋通り、マックどこ、マックないんだけど。あー、これあかんやつだ。歩けなくなってきた。あー、これ欲しいやつだ、治安委員館。これめっちゃ欲しいんだよね。いくらすんだろう、治安委員館。あんこ屋20。タングステンのやつがあるんだよ、これ。タングステンの印鑑欲しいんだよね。最短距離はタクシー。ダメダメ、あの、それ本当に言っちゃいけないやつ。何回よぎったことか俺。マック遠いな、マジか。マックめっちゃ遠いな、見えないもん、死角に入ってないもん。タングステンよりチタンの方がいい、マジか。中野坂上と間違え、いや中野坂上はあっちなんだよ、後ろなんだよ。だから中野坂上とは間違えてない。本当にこっちで合ってんの。あー、行って、マジで。だって逆方向だよこれ。大久保行くかこれ。すっげーぐるーっと回るよ、線路からどんどん離れてるよ。あー、行って、マジで足。大久保ならまっすぐ右で間違いなく行ける。いや、大通りでしょそれ。いや、超遠回りじゃねそれ。え、いや、大通りのあの道なのは分かるんだけど、これ遠回りじゃね。まあ、いっか。すげえ遠回りだよねこれ。まあいいや、引こう。もう引き返す気にもならん。いや、もうね、ダメ、もう無理。もう引き返したら同じくらい距離かかるから、心折れる。もう何往復もしたから、もうこの道で行く。あー、足やべえ。まあね、高田の馬場方面だよね、わかる。あー、休憩挟もう。車ルートだね、これ。そう。まあ、いっか、あと二駅だし。通ったことない道通ろうぜ。マック見えねえ。そうだね。バカ、ありがとう。
まあね、わかんねえよ。もしかしたら俺の膝のことを考えてめちゃめちゃなだらかな道を選んでくれたんかもよ。高低差は今の和道の膝には負担がかかるっつって、バリアフリーな選択を金梅さんはしてくれたんだよ。オアコン金梅さん、そうだって道がなだらかだもん。絶対そうだよ。俺の膝のことを考えて和道の膝は俺は絶対壊させないっていうオアコン金梅さんの愛なんだよこれは。そうじゃね、最短が全てではないぞって、膝の負荷まで考えてくれてんだよ。ありがとう、ワコン金梅さん、ありがとうね。そうそうそう、愛なんだよ、ほら、みんなが愛で動いてくれてるから、愛で解釈しないと、愛で、全部愛だから。そう、落合駅着いた。ここ落合駅。はい、サービスでーす。落合駅でーす。よいしょ。よいしょ。愛は膝を救う。よし。サービス落合駅。一駅プラスアルファ。浅井さんとここ空き缶拾いに来たな、懐かしいな。アイテムっつってね、みゆちゃんうまいね。風船ありがとう。夜通し、そうだね、夜通し。まあ、休憩4時間半取ってるから夜通しなのかどうかわかんねえけど、一応、4時間半以外は歩いてるね。そこ右、うん、マックのとこ右曲がったよ。曲がったよ。おお、全然2時間で行きそうじゃん。行けるかな、2時間で。大久保からはね、行けるよね。いや、体力全然ないからこんなことになっちゃったのよ。ナビ助かるよ、ありがとう。いや、今からもうすぐ帰れるよ。新宿駅着いたら車で迎えに来てもらう。愛が重いんだよね。家だったらもう着いてるね。ちょうど着いたぐらいじゃん。うん、ありがとうトビー。まあまだ終わってないけどね。すごいよね、猫背さんね。いや、昔住んでたとかなんじゃないの？金梅さん結構、ナビしてくれてたよ。昨日の夜中も。うん。頑張る頑張る。大久保過ぎたらもう楽勝だよ。何回も外配信してるから。そうだね、負けないで流れる頃だね。
ここずっとまっすぐでいいのかな。今足めちゃめちゃ引きずってたよ俺。画角ブレまくってるでしょ。俺にとって珍しく気づかないの。俺めちゃめちゃバイオハザードだよ今。気づかない。俺あの安定感があるのに、俺の顔の位置はずれないけど地面グラグラ揺れてるでしょ。これこういうことよ。手ブレを補正しないと。わかる？めちゃめちゃビッグ引いてんだよ。あの時よりはマシだね。あの時はもう吠えてないと歩けなかったから。うん。後でのんちゃんに引きで取ってもらう。頑張れよ、まなくん。あの時よりは全然マシ。あの時はもう錯乱状態だもん。巡礼。まあでも巡礼ってこういうことなんじゃないの。ほらエルサレムとかにその行ったりとかさ、その最勇気とかさ、なんかこう徹底的に苦しみ抜いて悟りを開くんじゃないの。もう行ったら悟っちゃったみたいな、教えをもらう前に。水分取ってるよ。歯磨きたいな。牛丼も食いたいな。おむそばも食べたいし。おむそばいいね。あー超いい匂い。いいな、香水の匂いいいな。くっさって思ってんだろうな、あの香水のいい匂いのお兄さん。向こうがさ、香水の匂い、うわいい匂いってなったってことでさ、こっちのくっさも伝わってるはずだよね、多分。くっさが伝わってんのが悔しいよ。それは振り向くわな。くっさって言われてる。おそばいいよね。何の香水？キックボクシングジムだ。ここにもあんだ。これまっすぐだよね、合ってる。吉野家ね、たまに食うとうまいんだよね。奥のこっちおはよう、ごめんスルーしちゃって。やばいよね、ほんと飛脚とかやばいよね。24時間テレビ並みなのかな。24時間テレビどれくらい走るの。100キロとかないの。ていうかさ、俺思ったんだけど、24時間テレビ100キロ無理じゃない。なんかこういうのはよくねえな。すさんでる。本当に100キロ走れんの24時間に。俺さ、24時間ちょうど歩いてるけどさ、40キロくらいでこんなになってんの。あ、いけるか、100キロだったら。ごめんね、ゲスか。いや、いけるな。うん。倍のスピードで荷物持たないでスタッフいて、足揉んでくれるとか考えたらいけるな。いけるわ。うん。人によって距離がある。トレーニングして、小走りで倍の速度で、あ、でも相当きついよね。
あ、まあ練習とかするしね。でもほら俺の場合機材とか持ってたし、スタッフいないからあれだけど、すいません。うん、まあいけるか、ギリギリいけるかいけないかか。生ゴミに紛れて俺の匂い伝わらなかったらよかったんだけどね。休憩所まで車移動とかあんの？へー、手ぶらで歩けば時速約6キロか。いやーでも時速6キロで、やっぱね、最初の4時間だな。俺4時間がピークだわ。時速6キロで歩けるとしても。もうね、2枠目からはしんどい。今回24時間の人、当日わかるの？え、当日いきなり走らせんの？あ、ちょうどいいね。こんな感じだよ。あー、映んなかった。周波されたかな。あー、下り坂きついなこれ。なんか痛みがぶり返すの何なんだろうこれ。下りがきついね。上りもきついけど、下りはね、ダメージがバキバキっていく。あと2駅、流鵬です、松さん。あと2駅。気合いだね。足取れたりしないよな、大丈夫だよね。家帰ってポロンって足取れたら笑うよね。取れたーっつって。ゴジラビル見えた、遠いな。東方シネマズ遠いな。見えた、ゴジラビル見えた。だからあそこに向かって行こう。遠いな。ゴジラ前に荒野いんの？じゃあ絶対すれ違うね。ルート的にすれ違うね。徳光はとりあえず泣けばいいと思ってる。愛がないよ、コメントに愛が。どうしたみんな、愛忘れたんかい？ワスントンホテルね。おはよう、もう二駅。あー、見えてきた見えてきた。あー、行ったわ区役所。思い出すわ、ここで俺、うわ、めっちゃ思い出すわ。ここで俺さ、生活保護受ける前、ここで介護の仕事の資格取るやつ、区の助成金のやつ、懐かしいわ。それで落ちちゃった。全然違うビルだ。関係ねえわこのビル。ごめん、全く関係ないビルで改装してたわ。全然知らねえわこのビル、初めて見るわ。似てるな。全然違う、来たこともねえわこんなところ。いや全然来たことないよ。似てたわ。知らねえわここ。足が痛いな。そうそう、介護の仕事しようしたんだけど、この病院来たことあんな。
ゴールあと少しだね。頑張ろう。頓服全然してない。これどこだっけ。薬はね、たまに睡眠薬飲んでるかな。ただ頓服ってあの、なんだっけ、あのリスパダールとか飲むのやめた。舌が乾くから喋れなくなるんだよ、リスパダール飲んでると。この一本道が最後なんか、OK。熱中症になった？あ、でもね、あの曇りだったからね、雨降ってたし、気候は良かったよ。雨で心何回かもう、ほんと心砕けたけど、これ右か左か分かんねえな。どこだ、ここ。お滝橋じゃねえか、ここ。え、ここどこ？なんでお滝橋にいんの？遠。え、なんで俺お滝橋にいんの？遠回りだろこれ。めちゃめちゃ遠回りだろこれ。嘘だろ、お滝橋車庫かあれ。嘘だろ、お滝橋車庫じゃん。まっすぐ、まっすぐってこれ新宿に行っちゃわない？おー、ネズミちゃん、おはよう。ごめん、まだかかる。ごめん、のんちゃん、まだかかるわ。こんな朝に360人もありがとう。みんなありがとう。見てくれて。すげえな。この朝方に360人、ありがてえな。だいぶ遠回りだけど、まあいいぜ。大久保の交差点、北新宿のあの交差点でしょ、あのオーガードっつうかトンネルのところに着くんじゃないのかな、違うのかな。みんなでフィナーレ待ってるねんっつって。グデタムさん、おはようございます。多分あれだろうね、あの金梅さんの解雇中なんだろうね、多分ね。昔の金梅は良かったっていう、俺もよく言うやつ。
ガード抜けたら奥歯駅だよね、左にね。はい、頑張れよ、グデ玉。白本さんと和道のピアス被る。白本さん？うん。これ沖縄のピアスだよ。はい。さっきまでな、中野まですげえ良かったのに。3駅しかドーピング持たねえ。なんかやだなって何？あ、和道は変わっちゃったんだっていうセリフと一緒。ああ、俺もよく言われるもんな、変わったって。頑張るよ。雨降ってないよ。昨日の夜から潜ってたの、奥でたまさん。ありがとう。ピザハット。へいって。あ、コクーンタワー見えた。コクーンタワーが見えたよ。コクーンタワー見えてきた。さあ、行こう。おはずありがとうございます。赤信号なんで座ります。懐かしいね、ボディーガードだっけそれ。
水分ね、ベンチに座りたいね、ちょっとね、足を揉まないと。ちょっと5分休憩して足揉んだ方が多分早く歩けると思う、一駅なら。もみもみドーピングがしたい。もみもみドーピングが必要だね。水分取りたいんだけど、座れるベンチが欲しい。ベンチ、ここで座ろうかな。ちょっと揉むわ。ちょっと揉むね。バス停の椅子に座ります。この椅子座れ、あー大丈夫かな。ちょっと水飲むね。ごめんね。ちょっと水飲む。あと2駅なんだけどな。おはようございます。なんていうか、もんで、はい、おもん。かずらさん、ありがとう、おもん。そうだね、セミが鳴き始めたね。てか、セミが鳴き始めたっていうか、もっと早く鳴くんだけど、この辺木がないんだよね。よいしょ、揉みます。ちょっと床に置いてもいいかな。頑張るよ、笹、ありがとう。ちょっと休憩取る、揉むわ。エヴァンゲリオンの覚醒の時みたいな感じがするよね、この子。あー、でもボロボロになってきたな。頑張れる気がしてきた。ちょっと待ってね、5分だけ、ちょっと、このままベトベト歩いててもしょうないから、筋肉回復させるから、ちょっと待ってて、乳酸取るから。5分だけで多分一息バッといけるから、大久保行っちゃうわ。その方が早い、絶対。いや、とんでもない。いつも応援ありがとう、グテタマ。ちょい待ってね。一枠で絶対行けるから、あと二駅だからね。
筋肉痛かね、なんならどうだろうね。ありがとう、いつもありがとうね。ありがとう、いつもありがとう。よっしゃ行こう。さあドーピングの効果はどうだ。軽くなった少し。少し軽くなった。よしよし、負ける言うね。そうなんだよね、意味のあることを頑張るのはね、当然としてね、意味のないことを頑張るっていう、意味のないことをひたすらやってるからな。これは果たしていいことなのか悪いことなのか。この意味のないことをやって変な感動を与える新興宗教と何ら変わらないからね。新興宗教でしょ。意味のない苦行を教祖がやって、こう信者がわーすごいとか言って、悟りだとか言って、感動したとか言って、この作業ってさ、これさ、信仰宗教じゃない？意味のないことを頑張ることが配信のすべて。そう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 。だから考えさせられるコメントだよね、マキルのコメントは。これをやって何になるんだって。電車でね、700円ぐらい払ったら電車で40分ぐらい着くからね。子供でも知ってることだ。あれ交差点次か、次か。そう、でもやるんだよってすごいよね。うん、炎天下じゃなくて正嗣さんめっちゃ良かったよ。考えるな感じの Don't think feel だっけ。 Don't think feel。 そうだね、雨だけ抜いてたら完璧だったね。これどこで左に曲がるんだ。え、ガードくぐるの、線路くぐるの、これ。そうなんだよね。いや、カオスね、歩きながらずっとそのこと話してたの。何なんだろうなみたいな、生きてる理由あんのかなみたいな、なんでこんなことやんのっつって、わかんねえっつって、で極端な話全部みんなわかんのみたいな、なんかそういう感覚があった。その音楽を奏でるプロがいて、そこに楽しいからっしょみたいな感じだったんだけど、全部が楽しいから、俺配信楽しいからやってるみたいな、意味なんかないよっつって、音楽が好きならね、漫画が好きなら書くでしょとか、楽しいからやってるだけなんじゃんみたいな。くぐってまっすぐ、柴さんありがとう。また左行っちゃったね。ここは左で正解だろ。ここは左だろ、どう考えて。ガードくぐって左ね。あー、ここ来たな。ここさ、来たわ。あのね、
配信始める前、生活保護で歩いてきた、ここまで。なんか何や、なんだか分かんなくてベッドで寝れて、そう、北新宿に住んでたんだけど、その時ここまで歩いてきたわ、道を知ろうつって。そこのガードからこっち側には来なかったんだけど、ガード来たわ、迷子になってさ、すげえ懐かしい。あと2駅。オッケー。あと2駅。この辺だったっけ、ゆうがさん。いや、もっと向こう側だと思うよ。多分もっと向こう側、こっちの方じゃない、ゆうがさんの凸の方は。もう一本向こう、二本向こうぐらいだと思うよ。多分。ちょっと待って、大ガードくぐらないでさ、裏道見つけたんだけど、ここ行っていい？なんか、すごい裏道見つけた。大ガードの手前なんだけど、大ガードの手前なんだけど、ここ行ってみない？ここ人が二人ぐらい通ってたんだけど、ここなんか突き抜けそうだね。大ガードここなんだけど、大ガードっつうかガード？ここ行ってみようぜ。なんか歩いてる人がいて、二人ぐらい。超裏路地だな。すげえな、こんな東京になんか、すごいね、なんかこんな道あるんだな。すげえわ。え、箱ヘルあんの？マジで？うわ、通れたわ。ショートカットじゃん。すげえ。すげえすげえ、通れたわ。こんな道あるんだね。足限界。NPO 法人の寺子屋じゃないの、ここ。今川ビル。寺子屋は箱ヘルじゃないでしょ、源さんのところでしょ、寺子屋って。多分源さんのことだと思うよ、源さん。箱ヘルの名前なの、寺子屋って。いや、ゲンさんっていう有名な人がいるんだよ。新宿の悩み相談だけをもうずっとやってる元ヤクザの人で、ゲンさんって結構有名だよ。テレビも出てるし、ワイドなショーとか出てなかったっけ。左何もないよ、左は何もないよ。
何もない。潰れたんだね。ない。あった。営業中じゃん。30分6000円。なんだこれ。おい、本当にあったわ。うん、寺子屋だったわ。黄色い看板で寺子屋って。寺子屋ってすごいよね。名前渋いよね。寺子屋だってあったわ。オワコンキンバイさんあった。30分6000円って書いてある。なんだろうね。どのルートで新宿行こう。大久保駅です。ラスト大久保駅です。どのルートで新宿行く。いろんなルートがあるからね。ラスト1です。のんちゃんに花火ありがとう。 AM さん、ここルートで行くか。お花火ありがとう。 AM さん花火ありがとう。そうそう、お花火ありがとう。ラスイチ頑張ります。いや、寺子屋行かないよ。チンケな、やめてよ。あやまさんすげえ、なんか自虐的になってきてるよね。あややまさんが、石野がぶっ壊したんだよ。あややまさんを、石野があややまさんの人格を崩壊させたんだよ。罪深い男で。ハートありがとう、グゼタマ。やばやばやば、変な釣り方した、変な釣り方した。やばいやばいやばい、これ。おお、みつけ、おはよう。絶妙なタイミングで起きてきたね。だんだん自虐ネタっぽくなってきたもんね。風船8個ありがとう。はい、ワド203。クゼタマさんやめて、そういうの笑えない。ありがたいよ。なんかこういうさ、新宿のロッカーとか気になるよね。ポツンとあるロッカー、何があるんだろうって。絶対開けてはいけないパントラの箱だよね、あれ。なんか出てきちゃいけないもん入ってるよね。
そんな気がする。オロナミン C の瓶とかさ。足やばいっすね、ナッパさん。風船チョックありがとう。よし。よし。おお、400人超えた。ありがとう。ミスケ、風船5個ありがとう。もう行くぜ。いつも通い慣れてるからな。あーさんだ。フラダンス。大久保好きなんだ。これ怖い。大久保。いや、ちょっと今ドキドキしてるもん。やっぱ怖いよ、目つき。結構ね、通っちゃいけない道なんだよね。あ、この時間だから大丈夫だけど、多分。やっぱ、目が怖いよ。ああ、危ないところっていうか、今は説明したくない。スタンド居酒屋スタンドバイミーって、これすごいおしゃれだね。スタンド居酒屋スタンドバイミー、めっちゃおしゃれだね。やっぱりね、なんか修羅場をくぐってる人の目なんだよね、みんな。警戒心が、ピリピリ感が全然違う。スタンドに一回行ってるね。前と歩いて15分もかかんねえのに。のんちゃん待たせてごめんね。のんちゃんごめんね。ずっと待ってるもんな。のんちゃん待ってばっかりだもんな。バーガープレゼントありがとう。返事をバーガーでするようになったし。最近ののんちゃんの流行りなのかな。最近ね、うんとかね、いるよとかじゃなくてね、バーガーを投げてくる。全身タイツですよ、悪魔さん。あ、ここのタイ料理うまいって聞いたな。ここうまいって聞いたことある。
もう言葉はいらない。風船でもない、ハートでもない、バーガー。アンダーアーマーってなんだろう。あー、まだここか。まだここか。ゴジラ前通るな。おー、サシセソさんいらっしゃい。風船100個ありがとう。潜ってたの。荒野いんの、荒野。野球のブランド？へぇ。初見さん、ヨナさんいらっしゃい。まあ遠いな。あ、配信サイトいろんなのやってんだ。へえ。もうふわっちしかやってないと思った。知らなかったな。そうなんだ。うわ、すげえフォローしてくれてんじゃん、みんな。ありがとうね。びっくりしたわ、今携帯見てフォロワーの数。すげえ。みんなありがとう、フォロー。ビビったわ今。あ、俺1位なんだ。すげえすげえ。諦めなくてよかったね。あと少しだね。まねえ若津。青テントはこの辺あんまりいないかな。青テントは目立つから撤去されちゃう。都庁前の方にしかいない。こっち側の人はゴザスタイルだね。ふぅ、腕玉初参加ありがとう。初めて見た。
いつも歩いてる街なんだけど遠いな。そうだね、ビーガンバーガー、へえ、ビーガンのハンバーガーだ。え、一回食べてみたい、ビーガンバーガー。すげえ、プラントベースだって。肉じゃないんだって、大豆かな。あのハンバーガー写真に写ってんのビーガンバーガーなんだって。すげえ。いや、どうなんだろうね、一回食ってみたいね。美味しいのかな。ごめんごめん、いっちゃん米するしてないよ。あー、ありがとう徳明さん、花火ありがとう。まだだよ、あれた前で終わりだから。いくらぐらいすんだろうね。あんな店あるんだね、ビーガンバーガーとか。初めて見た。え、何このラブホ。こんなラブホあんだ。カラフル、すげえ。ラディオンさんありがとう。いっちゃんごめんね、いっちゃんのコメント読むよ。ねえ、すごいよ、なんか太宰治が愛した鉄橋とか見つけたよ。あれた前に何時到着予定ですか。あと15分。本当は5分もかかんないんだけど、あと15分。2時間以上かかったな。そうだね、よし。まあ高円寺からね、東中野までだーって1時間で3駅行けたのは嬉しかったけど、ああでも嬉しいのは10時前だから、あの24時間はかからなかった。24時間かからないで、どうだろう、23時間ぐらいでクリアだね。23時間クリア、これは記録に残るだろうね。次トライする人は23時間をより早くクリアしたら記録更新。よし、頑張れバリスさん。うん、いっちゃんありがとう、頑張るよ。あれ、ここどこだ。ああ、わかったわかった、荒野がいつもあれするところだ。9時か。意外と肩もやばいんだよね、意外と肩もね、リュックの重みで。何時間歩かれて、休憩、今現在企画始まってから23時間、休憩は4時間半、引き算がごめんなさい、今できないっす。23時間のうち休憩時間、充電時間4時間半、休憩&充電が。それ以外が歩いてる時間、小休憩込みでね。なんか新しい施設できてんだよな、バンダイなんとかみたいな。PC 持って歩いて、バッテリー荷物20キロぐらい背負ってる。あー、ゴーゴーがしょっぱいもん食べたよね。あれ何なんだろう、 VR ゾーンっていうのができたんだよね、新しくできた VR ゾーンっていう、バンダイナムコ。
あー、サイバーさんフォローありがとう。フォローありがとうございます。まだゴールじゃないかね、ちなみに。よし、ありがとうございます。すげえ、海外のテレビクルーっぽい。なんだろう、あの機材欲しいな。すげえ、あの機材欲しい。ショルダー型のなんかある。テレビカメラマンなんだけど、テレビカメラクルーが5、6人でいいんだけど、ジョッキ型のなんかその固定、カメラとかを固定するやつ。ステディカムっていうのかな。なんかすげえかっこいいチョッキ着てた。こちら前ですね。あー、ポップコーンうまそう。こちら前だよ。ここはもうみんな見慣れた風景でしょ。荒野、金梅さん、光くん、パルパル、青山、和道、新八丁。他誰いる？これね、もういつもおなじみだよね。毎度おなじみ。目立つよ。まあ、この時間だからいいけどさ。お盆だから人ガラガラじゃん。インダコあるよ。あと7分で着くかな。そう、全然変わったよね。これ細けきがあった頃知らないんだけど、もう取り壊しになってからのやつしか知らないんだけど、その旧細けきとか細けき跡みたいな呼ばれ方してて、細けきの頃の印象がない。頑張れよ、アムルちゃん、ありがとう。おはよう、乃木、いいタイミングだね。衣装着てるアルバイトしてたんだ、あそこで。もうすっかり様変わりしちゃったもんね。かっこいいビルが建っちゃって。花火ありがとう。24時間がかりだったね。家の中で語る言葉に一言一言が生きてる。花火ありがとう。そうか、じゃあ歩きながら言うか、今度から。よし、いよいよだね。ありがとうございます、匿名さん、感謝です。そば麦屋さんがあって食べてた。へえ。金に換えられない感動ありがとね。いやいやいや、俺も感動したよ、本当に。みんなありがとう、応援してくれて。あと 30m ぐらいかな。あと 30m ぐらいですね。今新宿駅のホームにいるの、青さん。すれ違いだね。またどっかで会いましょう、青さん。
ジャックさんはどつ感動した俺も楽しかったよ。頑張れよ。あー、草加スカウトのコメント、どっか行っちゃったよ。かっこいいでしょかっこいいでしょねえ、あや、ありがとうね、いつも応援してくれて嬉しいわ、ありがとう、あや。浄化された？そうかな。おー、トリプル H ありがとう。豪雨のところでもう何回も心折れたね。あとバッテリーね。ありがとう、そうそう。大花火ありがとう。ありがとう。いえいえ、感動なんてそんな。ただ一人歩いただけです。みんなと一緒に。歩き切ったね。歩き切ったね。ねえ、雨に勝ったのは、雨には負けてたかな、今までだったら。雨に勝ったのは、雨と戦ったのはいい思い出かな。前回はね、かじかんだ真冬で、寒さと戦ったんですよ。今回は雨と戦いました。雨と、雨は強かったですね。機材が壊れる可能性があるんで。そうだね、またいい経験させていただいた、本当に。お疲れ様。猫さんありがとうね。お疲れ。みんなお疲れ。赤組さんもありがとう。家座つぶたばっかりだったから。そうね、自分の中で何か変わった気がする？変わんねえよ。何も変わんねえよ。とりあえず足が痛えかな。あとおむそば食いて、早く飯食って風呂入って寝るんだ俺。ゆっくり寝るんだ。あやまお疲れ、マネお疲れ、ゼロさんお疲れ。何も変わってないよ。どのあたりが大変でした？全部大変だったけど、なんとかなった。チョコミント花火ありがとう。お疲れ様、チョコミント。全部大変だったよ。全部大変だったけど、まあなんとか皆さんの応援が、ファイトファイトって、頑張れ頑張れって、やる理由がどんどんできていったかな。やるしかないっていうか。あー、のんちゃんの車だ。のんちゃんちょっと待っててね。一応アルタ前終わりだから帰ってくるから、のんちゃんちょっと待っててね。おむそば見せないよ、もうここで終わりよ。あー、みずきありがとう。新宿ステーション、新宿ステーション、よしよし。じゃあアルタ前でお別れしましょう。皆さん花火ありがとう。マキル特命さんありがとう。よいしょ。皆さん長い間お疲れ様でした。花火ありがとう。あや、よう、ありがとう。パチパチ、お疲れ。一晩中ありがとうね。ずっとずっと応援してくれてありがとう。あや、ありがとう。花火ありがとうね。みんなありがとう、本当に。よいしょ。ありがとうございます。大花火2つありがとう。ソースさん、アンチブロック解除。お、今日全部やっとくよ。一応全部やっとく。お疲れ様。解放お疲れ。お疲れ様。ともちゃんありがとう。花火。お疲れ。お疲れ様です。ゆっくり休みます。お出迎えはのんちゃんがいますよ。後ろに今のんちゃんの車があったんで。あ、花火ありがとう。あや。細田さんお疲れ様です。ごめんなさい。なんか夜には着くとか昼には着くとか言って、ぜひぜひ今度、飯でも。お花火ありがとう、マキル。ありがとう、マキル。いつもありがとうね。ジャーニー、パチパチありがとう。
今回の企画は、あや花火ありがとう。あや花火ありがとう。今回の企画は、山手線一瞬似た企画なんですけれども、中央線のありがとう花火ありがとうございます。直樹さんコールありがとう。直樹さんコメント覚えてるよ。直樹さん、嬉しかったです、本当に。ありがとう、カオスも花火気前いいな、今日はみんな。カオスだよ、ありがとう。キープね、キープ。忘れない。忘れそうになったらまた走る、歩くよ。うん。あややまお疲れっす。あややまさん、ありがとうね。嬉しかったよ、ずーっと見てくれてて。いい顔してるいい顔してる。京平さん、ありがとうね。京平もありがとう、いつも。ずっと応援してくれてて。ありがとう、みんな、本当に。今回、山手線一周企画、匿名係長さん、花火2つありがとうございます。クール花火ありがとうございます。のんちゃんが、本当に、ずっと起きてて支えてくれてたんで、ぜひ、のんちゃんのカラオケ枠も、ぜひ遊びに行ってあげてください。よろしくお願いします。かおちゃん、ありがとう。で、もし、今日の企画や何かで、まあ、ちょっと見直したわっていう気になってくれたリスナーさんは、フォローしていただけるとすごく嬉しいです。励みになります。ね、上位の方にいるから、いつでも見れるから、フォローはしてないんだっていう方も、一人一人のリスナーさんがフォローしていただけることによって、今があるんで、ぜひ、フォローしていただけると力になります。ご協力お願いします。応援よろしくお願いします。メリンコありがとうね。ヤノラッキーさんもありがとう。またね、ヤノラッキーさん会おうね。タイミング合わなかったけど、うん、ありがとう。落ち着いたら配信、ちょっとね、多分爆睡すると思うわ。うん、オプさん、オプさん、まあまあまあ、俺もディスったんだけど、結局2回も休憩枠取っちゃったんで、すいませんでした、金梅さん、ディスって。一泊すんのダセーとか言ったけど、僕は正直寝たかったですね。阿佐ヶ谷の満喫で眠りたかったです。はい。すいませんでした、ディスって。銀ちゃん、ありがとう。はい、ありがとう。ジュンさんフォローありがとう。よろしくお願いします、これからも。何かしら、不適切な発言等もございますが、今後とも配信は、やめるつもりはないです。本当に、配信はずっと続けていこうと思います。なんか、ね、普段言ってるのが理屈っぽくて、めんどくさくて、怒りっぽいんで、なんか、すごく敵を増やしやすい性格なんですけど、こう歩いたり体を動かしたりしてるとなんかこう頭のね回転がどんどん思考力が鈍っていって逆になんかいろいろリスナーさんと素直に話せたのが一番嬉しかったです。頑張れとかファイトとかがすごく嬉しかったです。柴さんありがとう。柴さん花火ありがとう。いや感動なんてないですよ。本当になんだろう自分でもなんだろうな、本当になんだろう、そんな性格だなとか、ひねくれてんなとか思います、本当に。なかなかでも、うまく表現できなかったり、うまく伝えられなかったり、イライラしちゃったりします。そういう時は歩きます。考えないで動いて、頭空っぽにして、心開いて皆さんと向き合っていきたいと思います。パフェありがとう、サイスさん。今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また放送起きたらやるんでまた企画があるときはぜひリアトツもよろしくお願いします。あと今回、リアトツの人数111名だったんですけれども、リアトツ、7名の方に来ていただきました。本当にありがとうございました。素敵な方々でみんな笑顔で接してくれて本当に嬉しかったです。リアトツしてくれた、新たに増えた7名の皆さん今後ともよろしくお願いします。嬉しかったです。では、リアトツの人数118人に増えました。皆さん、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございました。めっちゃ儲かった。儲かった。またやろうか。来週やろうか。やっぱ。マジかよ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。